イクイノックスの強みはトップスピードの持続力？宝塚の映像を見返してたんだけど、内側を走って一瞬だけイクイノックスに迫ったスルーセブンシーズは、すぐ距離が埋まらなくなってゴール直前でほんのわずか、頭差から首差、に離されたように、見えたのに対して、イクイノックスは大外を回されて距離ロスも特に大きいのに脚色は、鈍ってなかったからスピードの持続性が高いんだろうか。長くいい足を使うタイプとは聞く、やっぱ北さんの息子ね。スルーセブンシーズは瞬間的な加速はすごいけど持続力でイクイノックスに勝てなかったって印象。振りがなければスルーセブンシーズが勝ってたっていう人も多いけど、仮にすぐに加速できてた場合、脚色が鈍るのも早くなってたんじゃないかな。強度級の持続力、 G1 級の瞬発力、無知なしで加速できる賢さ、宝塚のあの馬場を苦にしないパワー、ある程度のスピード本質的にしてや90から95点の末足を長く使えるタイプと見た。てか全てが90から95点だからな。有馬記念も林掛けしてたし、ルメールも強みとして理解してるんだろうな。逆に加速は相対的に弱いから勝てない相手ではないな。普通に現役トップクラスだが、瞬発力90点、最高速度95点、持続力100点の馬。宝塚のようにほぼ最高峰の位置からだと他の馬にも勝機はあるかな。それより前で競馬されるとまだまだ怖い。ポジションによって脚色変わらん馬なんていないから、イクイノックスが前目で競馬したら持続力が落ちるからまた話は別よ。まあそれでもいい線行くと思うけど、どこでも強いから外回ってくれる方が純粋に距離ロス分で相対的にマシみたいなのはありそう。調子が良ければ終始前目で後半緩めず上がり最速出すぞ。あれは特殊例だし、とりあえず待っとけ。ただルメールがミドルから前目で競馬したいって言ってたこと考えると、ドバイほどじゃないが強そうだが、ダービー見ると一瞬で突き放したドーデュースと最後まで着差を縮めにかかったイクイノックスでわかりやすい。まあそら使ってたから確実とは言えんけど、ドーデュースは一瞬で加速して長くいい足使えるタイプ、イクイノックスは加速に時間かかるけど加速し続けることができるタイプ、どっちもいい馬やで。他のレースだと持続力あるように見えたけど、宝塚に関しては逆な印象だったけどな。後方からぶっこ抜いて先頭に立った時点では残り200メートルあったから、そっから突き放すかと思ったら斜めに追い込まれた。結構早くエンジン吹かしてかなり外回ってたと思うけどなぁ。確かにジェラルディーナ、ドレスの外から回ってロスありながら勝ってるからな。ダービーは本当に惜敗って感じする。本来は差し先行客室が得意な馬みたいだから、今回みたいな最高峰の競馬は勝ったとはいえ少し、イレギュラー感はあるな。わからなくもないんだけど、今回その分1000メートルのペースがクソ速かったから、実はイクイノックス自身はいつものペースで走ってるんじゃね？とか思ったりする。イクイノックスの客室って自在の言うよりは、マイペースって感じだよな。自分のペース守ってや絶対飛んでくる。自分のペースからそんなに崩れてない時は負けたり微妙なレースしないからな。逆にペース乱されると負けたりするので、リバキとかは割と相性悪かったりする。まあペース崩れたのがサツキだけだからなんとも言えんけどな。馬自体も強いけどルメールの腕が大きいわね。下手なジョッキーが乗ってたら2つくらい G1 落としてる。有馬記念でも上がり最速ではなかったし、末足がキレキレなタイプではないよね。特徴的には長距離出た方が安定して勝てると思うけど、陣営が行く気なさそう。体質も改善してきてるから出ても問題なさそうなんだけどな。この馬ルメールとの相性が良すぎるんだよな。仕掛けどころの判断と外が出すのが上手いジョッキーに、仕掛けたら止まらない末足と操縦性のある馬与えるとそうなる。かかりくせめルメールでカバーできるし、あまり言われないけどかなり人馬一体のコンビよ。2200で忙しいなら本質はステイヤーと見るべきで、ステイヤーなら春天に出てほしいわな。来年こそは春天に出てくれ。急コバ王道完全制覇もいけるはず。ドバイがあるんでな。シルビー、お前も連れてく。メルボルン連れてく。嫌です。ハンデがきついだろうし仕方ないね。坂で加速そがれてる。当たり前だけど、感はあるな。そこはどうのが得意そう。ドバイや有馬と比べるとかなりギリギリだったけど、やっぱり筋量増加がきついのかな。わからん、いろいろ説があるし、次走以降見てみないと。要因のうちの一つではあるかもね。それで確定では決してないけど、筋量ってそのレースでのハンデっていう面と成長に合わせてこれぐらいなら大丈夫だろうって背負う面もあるから、後者で慣れるまでダメになる馬はいるのよ。そもそも筋量って慣れるものなのか。その重さに耐えられるように成長、慣れる、できる馬もいれば成長できないまま戦わざるを得ない馬もいるからな。イクイノックスは北サンブラックの血を信じるしかない。親の形質がそのまま伝わらない馬も
いるから一概には言えないが、金量だけが原因ではないだろうけど、金量1キロで1馬身変わるとは聞くから、他の馬と比べるとか関係なく、前走と比べて1馬身半くらいは落ちはするかもね。有馬が55キロで126で、宝塚が58キロで122やろ。右回りならこんなもんなんじゃないのか。まあ左回りの馬なのは間違いない気がする。ドバイや有馬と今回の仕上がりが同等だったわけじゃないんだし、今回の結果だけで見てるのは早漏が過ぎる。夏だけ露骨に調整が場の起こる父を見るに、金量じゃなくて気温じゃないかな。そもそも日本の夏は青影のボバに厳しい。この馬に限らず成長力がダメと誘導したがってる層は金量と言いがち。全部がそうとは言わんが、そもそも5月頃の天栄の時の馬体から宝塚は明らかに筋肉しぼんでたし、体調は万全ではない。天栄の頃は逆にムキムキすぎて大丈夫かとも思ったけど、一等滞在やら暑さやら理由はあるんでね、宝塚より不安要素が増えることのない秋が怖いわ本当に。いつものごとくレース後のシルク解放にキムテツが今回の振り返りレポート出してるから見に行ったらある程度わかるでしょ。シルク会員は無法だから調べればいくらでも出てくるし、シルクの情報だけ見れる有料のやつもあるから見ときな。金量云々言われるがぶっちゃけコースだったと思う。加速し続けるタイプだと坂続きではバテるの早まるだけだし、ジャパンカップはそうでもないと思うからそっちで判断でいいんじゃね。自分はまあ勝てると思ってるけど。状態が微妙なのはあるだろうけど、距離の短さも響いたな。やっぱり長い方がいい。京都ならまだしも阪神の 2200m は相対的に苦手ではありそうか。イクイのパフォーマンスが思ったよりも落ちたのはクッション値も原因じゃない。府中の秋のトランポリン的両馬場、普通は 9.0 から 9.3 が一番合ってて、最近の阪神のクッション値10とか言ってしまう硬い馬場は一番苦手なタイプでしょ。オルフェが春天で大敗した時もああだこうだ言われてたけど、宝塚で黙らせた。勝ったのにいろいろ言われてるのはかわいそうな気もするけど、イクイノックスも自走で黙らせられたら問題ないでしょ。名馬と呼ばれる馬でもよくわからん負け方するってのはよくあるんだけどね。好意的に見れば負けてないだけで、そんな感じのレースだったのかもしれない。宝塚も本当はもっと早く上がっていくはずやったんやろね。つまりもっと早く足を使っても大丈夫だとルメールは踏んでた。セスケンパレスがスパートかけ始めるタイミングが想定と違ったからめちゃ遅と回されたけど、反応が遅かったっていうのがパレスに対して言ってるって知らん人多い印象。ジェラルディーナに合わせるとさすがに早すぎるけど、タイミングが2テンポぐらい遅れてたのはマジ。おかげでジェラルディーナの後ろにジオグリフが入ってパレス1等分外に回される形になって、その影響で大外も大外までぶん回したのがイクイノックス。あの辺のごちゃつきが、ナナミちゃんが詰まったり、パレスが直線で逆にイクイノに頭を抑えられて追い出しする羽目になったりとか、いろいろに繋がってるので、単にイクイノが安全策で大外回したって話ではないみたいなのよね。最終直線のやり取りにも絡む重要局面だったので、改めて見るとかなり見応えある。父の北さんブラックが夏は負けまくりで、同父のソウルオリエンスもダービーで明らかに体調崩してたあたり、今回のイクイノックスが不調気味に見えたのも暑さにやられたからな気がする。昔から夏は牝馬って馬券師の格言あるしな。牝馬と前馬は暑さに強いのはまあ定説だからな。ダービーの時暑さが不安材料として挙げられてたけど、新馬戦が猛暑だったから問題ないって見解が多かったな。結果、ダービーは今のところイクイノックスのキャリアで一番その時の能力すべてを出し切ったレースになった。まあ秋冬に比べたら苦手と言ったらそりゃそうだけれど、宝塚が名馬の鬼門っていうのはその辺よな。コースといい時期といい、イクイだいぶ頑張ったんだな。父が初夏競馬全敗で自分もダービーは雪足悪くて負けてるのを考えたら強くなったなと。イクイノックス黒いから余計に暑さが応えるのかもしれない。夏バテしやすい体質だとしたら今回買っといてよかったと思う。暑さ、海外帰り、慣れない環境での調整、初金量58キロ、スタートつまずき、外回し距離ロスしまくりの競馬、これだけでバフが入ってようやく波の G1 バレベルのパフォーマンスになりましたとさ、やっぱ意味わからんわ。